ライジングレディースゴルフスタジオの提供でお送りします。番組 MC の万田隆司です。今回はライジングレディースが応援するプロテスト合格を目指す選手による真剣勝負のダブルスマッチを行います。入れ入れ、ナイス。うまっ。ありがとうございます。もうちょっと飛んで、すいません、乗せただけ。ありがとうございます。ナイスー、素晴らしい。お、入れ入れ、ナイス。ありがとうございます。すごい、ナイス。ありがとう、すごい。おっしゃ、入った。おお、これが入ったらまだ引き分けってことですもんね。そうですよね。12番は139ヤードのパー3。左半分が池のためピンポジションによって難易度が変わります。基本的にはピンの右側から攻めるのがセオリーのショートホール。ここはさやちゃんやってくれんじゃん。はい、どちらかというとそっちの方がいいと思うんで。うん、ありがとうございます。何個打った？160ぐらいです。カノンちゃんが乗してるからもう狙います。うん、はい、来た。よいしょ。来たよ、来たよ。来たんちゃん。ナイスです。ありがとうございます。最高の流れです。やっとちょっと当たった。いや、ほんまそれ。保険かけといて攻めるっていうも最高最高。いいリズム。ちょっと、よいしょ、かぶってもった。もった。と木はかぶったな。なんか。
ス。ナイス。オッケー。ナイス。結構いいとこ来たけどな。うん、うまかったよ。もうさ、狙うしかないやん。そうやな。確かにな。守るとかいう選択肢ゼロやから。選択肢はないね。けどいいとこやな、うん、なんかあのとこ、うん、先入れるわ、頑張って。これ無理や。すいません、ありがとうございます。これがっつり膨らますな。はい、膨らまします。52でそこ立ってるクラブの方が絶対いいですよね。これでそこでいいですかね。そのなんかここら辺でいいですか。うん、あの落ちた場所はフックするから。そうですよね、フックスライスやからほぼストレート、うん、ストレート目でいっか。うん、ここの辺りに落ちれば。そうですよね、うん、よし、行きます。うまい。ステイ、行っちゃうか。止まれ。ステイ、ストップ。いったね、うん、やっぱ硬い。カチカチや。結構なんか硬いですね。下も硬かったしけど、ここも硬い。多分さ、ここら辺やで。はい、嘘、そんなか。ここまで行って、ここから勝手にグーンってこう行くわ。はい、ここで止めたら。ここで止めます。うん、ここで止めますとか言って戻ってきたらどうしましょう。それはないわ。でもこういうのはもうビビるくらい大げさにしてる方がいい。見すぎてもそんなこれぐらい速さやったら残れへんから。下行って果てしないからな。全然あれです。うん、あ、でもまあ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 、まあ、ほぼまっすぐってこと？うん、左、いや、でも左カップはいっぱいで。トムカ先行く？トムカ？いや、奇跡だと思うけど。ピン向こうか。先行く？いいよ。ピン向こうか。うん、ピン向こうか。うん、左端ぐらい。うん、左端。ちょっと一回だから。引っ掛けた？うん。タロちゃん、これさっきちょっと決めとこう。はい、ああ。おお、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。普通に切れるよね。ピンもらっていて。はい、でも思ったよりは。こういうパーでかいよね。はい。こういうパーでかい。はい。もうさやちゃんが気持ちよく打てるから、バーディーパット。
左から。うわあ、惜しい。OK です。あ、OK か。12番ホールは、うん、ごめん、ありがとう。引き分け。ということで次に持ち越しです。13番は367ヤードのパー4。フェアウェイバンカー右側がティーショットの狙い目です。グリーン手前にはクリークとバンカーがあり、セカンドは距離感と方向性が重要なホール。耐えろ。右？あ、全然大丈夫です。うん、いいとこじゃ。はい、ありがとうございます。これは入らない気がします。逆に。はい、オッケーオッケー。いや、手前です。腰痛い。腰、いや、大丈夫です。力引いた髪に引かないように。ありがとうございます。大丈夫。ありがとうございます。はい、お願いします。うん、大丈夫。はい、ありがとう。持ってて。じゃあ手袋取ってくる。ありがとう。はいはい。167よね。ナイス。いいよ。ゴー。ナイス。完璧。火花散ってたで、今。行くよ。散りましたね。ね、火花散ってたで。びっくりしました。ね。パカーンになった。うん、ナイス、うん、はい、出ます。ちょっと噛んだし危なかったけど、だいぶ上げてる。上げてよかった、クラブ。
うん、うん、うん、ありがとうございます。ふぅありがとうございます。5番5番ウッドです。5番ウッド、はい、すみません、ありがとうございます。近い近い、近い近い。170打ちます。完璧やな、うん、ナイスフェードやな、これ。届いたかな。届いたら100点やで、あれ。え、なんか届いたように見えなかったです。なんか、やっぱ上げてたんですね。いや、ほんまな、俺そうそう、言おうと思ったけどさ、ティーショットフェードにできひんの。できますしよう。はい、もう腰めっちゃ止まってるし、まあこれもテストの練習はもて、うん、はい、うん、フェードを打とう思って、なんとなくそのプッシュっぽく修正できたらいいや。はい、な、左向いて、はい、今のうまかったけどな。今のうまかったんです。前のうまいねんけど、左足上がりでこんだけ上げるせったら5じゃ足りひんわ。15ぐらいとかなかも。そうですね、15ぐらいいってあのちょっと上げて、はい、もうこれキャリー出さなあかんからな、バンカー越えやから。はい、一人だけ荒れてんの、すいません。いや、もうみんな入るチャンスあるよ。いや、ほんまにな、うん、誰が入ってもおかしくない。誰が入ってもおかしくない。ちょっと奥行ったな、やっぱ。あ、バンカー、はい、ちょっと気をつけてください。うん、あ、俺ね、危ないかも。こうか、うん、入って無理な、ちょっと打ちにくいです。もっと左に置いたらいいやん。こう、そう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 、こっち向きます。あ、そうな。それいけるか。いや、多分 OK。 無理でした、うん、下手くそやな。無理か、今の。もう入ったら左向いちゃうんや。はい、こんな感じ。はい、全然これでよかったよ、多分。で、めっちゃ左に行きそうやったんですけど、すいません。うん、ナイス、ありがとうございます。ナイス。腰痛いみたいですね。ありがとうございます。伸びて伸びて伸びて伸びた。うん、好きです。うちでいい。そうですね、うん、
うわ、うん、引き分け13番ホール引き分け